FM802 Design your fantastic future. Let's jump up. Supported by Moderna Japan. こんばんは、ファンタスティックスロムエグザイルトライブの中島聡太です。 FM802 大阪南森町から生放送、今夜からこの時間から9時までの1時間僕が DJ を担当する新番組 Design Your Fantastic Future Let's Jump Up Supported by Moderna Japan スタートでございます。ありがとうございます。皆さん、あ、拍手をいただいてますけども、今回ですね、今初めて聞いてくださる方はですねたくさんいらっしゃると思うので、まずは自己紹介をさせていただこうかなと思うんですけども、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブといいまして LDH のエグザイルトライブのグループなんですけども、そこのボーカルをやらせていただいております。まあエグザイルトライブで言いますと結構ゴリッとしたね、いろんな曲もありはあるんですけども、僕たちはすごい爽やかだったりスタイリッシュなグループかなと思います。皆さんぜひぜひ覚えてください。そしてね、ちょっと一個言いたいのがですね、初めてこの番組始まるということで、すごい、まあ、緊張、まあ、ある意味緊張感も持ってるんですけど、普段緊張しない感じで来るんですけど、まあ、FM802 の皆さんがすごいアットホームな感じで、今もう20人ぐらい見に来てます。あったかい、すごい嬉しいんですけど、もう緊張感がねどんどんプレッシャープラス感じておりまして、温かく嬉しいんですけども、ちょっと頑張っていこうかなと思います。皆さんお手柔らかに聞いていただけると嬉しいなと思います。そして、まあ、自分自身なんですけども、中島聡太と言いまして、大阪出身ですね。グループとしては関西唯一なんですけども大阪なので、こう地元大阪で、そしてソロでレギュラーラジオをやらせていただくなんて初めてのことなので、本当に夢のようです。ありがとうございます。皆さんぜひ今後ともよろしくお願いします。ちょっと変わるがる変わる人が来て本当に緊張しますけども、嬉しいです。本当にFM802 の皆さん、そして リスナーの皆さん、今後どんどん楽しく前向きな番組を作っていこうかなと思います。よろしくお願いします。僕中島聡太がお送りする Design Your Fantastic Future Let's Jump Up、この番組ではあなたが今年挑戦したいこと、今自分がもっと頑張りたいことへの相談、これから生活に変化が訪れたり新しい何かが動き始めるあなたを僕が応援するコーナーを設けました。コーナー名はWe can do it。 このコーナー宛てにぜひメッセージを送ってください。そして採用されたあなたには番組特製のワイヤレスイヤホンをプレゼントします。これね、僕の手元にあるんですけども、めちゃくちゃ特別ですね。このデザインはファンタスティックフューチャーって書いててですね、中のイヤホンがつけたら耳のところにソータ中島という書いててですね、もう特製なので皆さんぜひたくさんメッセージ送って読みたいなと思いますのでチェックしてください。投稿は FM802 ホームページにあるリクエスト&プレゼントのバナーをクリックしてください。メッセージの最初に We can do it 宛てメッセージと書いてメッセージ投稿をお待ちしています。コーナー以外の普通のメッセージもお待ちしていますので、皆さん僕宛に質問だったり、あなたが聞いてほしいここ最近の出来事なんかもぜひぜひ送ってください。これから毎週ジャンプアップをテーマに一緒に上向いて住みたくなる1時間を過ごせたらなと思っております。オープニングナンバー行きましょう。うわ、なんかこれ嬉しいですね。オープニングなんか行きましょうみたいな。おい、ちょっと待って、びっくりしたよ。あのね、EXPG スタジオ大阪でお世話になった方も急遽来ていただきまして、うわ、このタイミングありがとうございます。たくさんの方に愛されているなと、嬉しいなと思います。ということで2023年始まったばかり、そして僕の番組も始まったばかりということで、オープニングナンバーにセレクトしたのはもう小さい頃からこの曲に たくさん助けられていました。聴いてください、ウルフルズ笑えれば。時刻は20時10分、 FM802 大阪南森町から生放送 Design Your Fantastic Future Let's Jump Up Supported by Moderna Japan、 DJ はファンタスティックスフロム EXILE TRIBE の中島聡太です。今夜初回でございます。ありがとうございます。ということで、まあパーソナル近況的なねトークをしていこうかなと思うんですけども、まあ年末年始、年末はもうほんと大晦日までライブがあったので、もう最後の最後までファンタスティックスのメンバー、そして LDH でライブで盛り上がったんですけども、年始はちょっとゆっくりさせていただきました。大阪に帰ってきて家族と会ったり、おじいちゃんおばあちゃんと会ったりしてゆっくりできるかなと思ったんですけど、やっぱね
大阪が強いので家族ももうひたすらボケツッコミで若干疲れました。でもねやっぱ楽しいねみんなで過ごす時間があったんですけども、そして家族でですね今回は初詣大阪天満宮に行きました。ちょうどねこの南森町から近いんですけども、どうせならね6日から始まりますし近いところ行こうということで大阪天満宮に連れて行ってもらいまして、おみくじしてそして行かせていただきました。もうこうすごいね気持ち高まってますよ今回今日から始まるこのラジオ、そして皆さんと一緒にねつながっていけたらなと思います。そしてあのね年始ではですね、まあ、大阪帰ってきたら行きたかった USJ ユニバーサルスタジオジャパンにまさかの2回も行きましたね。1回目はですねジンさん、あのランページのジンさんと2人で行かせていただいたんですけども楽しかったですね。もうひたすら喋ってツッコミして謎かけして楽しんで帰ってきたんですけども、2回目はあの佐藤大輝くん、同じグループなんですけど佐藤大輝くんと、そしてランページの五木さんと、そしてバリスティックボーイズのミクと、そして恭平、高橋恭平と行ったんですけども、なんか新しいねメンバーで行って、まあ、普段東京ではちょこっと遊んでたんですけども、わざわざ大阪に来てねユニバー行って本当に楽しかったですね。本当に本当にちょっとねメッセージもたくさん届いているんですよ。ちょっと読んでいきましょう。ラジオネームごまごまごまちゃん、メッセージ頑張ってください丸、シンプル、もう最速もう速度だけでね送ってくれたのかな、その頑張ってください丸、びっくりマークでもなく丸で送っていただいて、まあね嬉しいですね。とりあえずもう最速で送れっていうことで送ってくださったのかなということで、もう一個あります。ラジオネームまほさん、そうちゃん初めてのレギュラー番組おめでとう、ありがとうございます。聞いてくださってるんですね皆さん、嬉しいですね。いよいよ始まりました。こっからねずっと毎週金曜日この8時9時たくさん聞いてほしいなと思います。今はねちょっとまだ緊張してるのでバンバンツッコミできないんですけども、ゆっくりどんどんねツッコんでいこうかなと思うので、まあツッコんでいこうかなというか話していこうかなと思うので、危ないツッコミメインになっちゃってたんですけども話していこうかなと思うので、ぜひぜひゆっくり聞いてください。そしてこんなメッセージも届いてたんですけども、ラジオネームパラーさん、初レギュラーラジオの初回放送おめでとうございます、ありがとうございます。去年発表された時からずっと楽しみにしていました、ありがとうございます。ジャンプアップがテーマということでうさぎ年にも年男のソータ君にもそして年女の自分にもぴったりだなと勝手に思っていました、笑い。しかも今日は1年に6日しかないとても縁起のいい日で、何かを始めるにはもってこいの日だそうです。こんな素敵な日に冠ラジオ番組の初回放送が始まるなんて、もうすでに明るい未来が待っているんじゃないかなと感じています、これからの放送も楽しみにしていますということで、いやそうなんですよ、今日1月6日ね、なんか2個も重なってて一粒万倍日と転写日が重なってる日なんですって。で転写日を調べるとその日に始めたことは何事もうまくいく日、新しいことに始めるのもってこい、もうすごくないですかこの巡り合わせというか、嬉しいですよね。だからこのラジオがね今日始まる意味とかもこうぴったりなのかなと思います。自分の人生の中でもこういう運がいい日だったりとか特別な日に始めれることは多々あるんですけども、こうやってパン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 どんどん来るのはね嬉しい。ちょっと今あんままとまってないのであんまり聞かないでください。まあでもね本当に今日から始まるので、この縁起のいい日に皆さんと出会えたことが本当に嬉しいです、よろしくお願いします。そしてそしてこちらからもう行きますか、まだメッセージ、まあでも行きますか、リクエストメッセージがねあるんですけども、ラジオネームスイカアメさん、初めてのレギュラー番組おめでとうございます、おしゃべり小僧のイメージを持つソータくん、お得意のおしゃべり炸裂してくださいありがとうございます。どんどんね今日は9時までありますのでゆっくり、あと45分もありますたくさん聞いてください。このスイカアメさん、そしていろんな方からねリクエストが来ております。千代さん、そしてあやねの音さん、琴音さんからリクエストをいただいてます。この曲を皆さんにお届けしたいんですけども、まあ、この曲はズーさんから歌い継がれていて、そしてエグザイルさん、そしてファンタスティックスと歌い継ぐ曲なんですけども、心を込めてどんどん皆さんにお届けしていきたいなと思います。それでは聴いてください、ファンタスティックスでチューチュートレイン。
はい、ということでお聴きいただいた今スーパーフライさんの魂レボリューションという曲だったんですけども、なぜこの曲を選ばせていただいたかというとですね、僕がですね小さい頃から本当にサッカー小僧だったんですよ。でちょうどね NHK の2010年度のサッカーテーマソングが魂レボリューションで、もう自分がサッカーに没頭してる時にずっとかかってた曲で、なんかこれを聴くと今もテンションが上がるというか、もう小さい頃から本当にボールでサッカーボールでサッカーというか、まあそれしかないんですけど、ずっとサッカーしてて、友達ともね集合したり、こう小学校と中学校でがっつりサッカーしてたんですけども、中学校でその芝生でサッカーがしたいがために中学受験をして入ったぐらい本当にねサッカーのめり込んでたんですけども、サッカーのですねポジションはですねトップ下ボランチ、こう真ん中でこうちょこまかしながら周りにパス出したり、こう2列目から飛び出すみたいなこうポジションでしたね本当に。だからこう自分のリフティングとかこう技術面を上げたくて、家の中でもこうテニスボールでリフティングしながら移動したりとかよくしてましたね。だからこの曲を聴きながらやってたんですけども、そのまま高校は、フットサルになったんですけども、主題歌大阪っていうプロチームの下部組織に入っていまして、主題歌大阪っていうのはこう大阪の F リーグのプロチームなんですけども、そこのU15 と U18 っていう、こう15歳以下と18歳以下に入れるこうとこがあって、そのユースでずっとやっていまして、だからね主題歌大阪でこう全国大会も出てたので、フットサルではがっつり本当プロを目指しながらやってて、こうコーチとしても教えてもらってたのが今フットサル日本代表の加藤みなみさんとかで、もう今も現役でね日本代表で戦ってる選手なんですけども、今もちょこちょこ連絡取ったりとか、あのファンタスティックステレビ出てたね見たよみたいな、ポップアップ出てたねみたいな感じで連絡くれて嬉しいですし、まあその今その時にユースで一緒にやってた人はそのままプロに行ってるんですけども、なんかそういうフットサルの道と、まあ、音楽の道、いろんなところをこうちょうど頑張ってた時期にたくさん聴いてた曲だったんで、この曲を皆さんにお届けしました。まあ本当にねサッカーワールドカップね熱かったですよね本当。皆さん見てましたか？もうサッカー小僧からしたらね嬉しくて、まあファンタスティックスでもサッカー小僧がたくさんいまして、2人以外はもう全員サッカー経験者という、そしてこうパフォーマーの瀬口玲也くんはあのずっと12年間ぐらいキーパーをやってて、だからもうファンタスティックスでちゃんと試合ができるこうキーパーもいて、でユウセイくんセンターバックで、で僕真ん中でみたいな、なんか本当にねポジション作れるぐらいサッカー大好きで、ちょうどツアー回ってる時にワールドカップだったんですけども、そのツアーの日なのに朝2時とか夜4時朝4時に集まって、それぞれの場所じゃなくて一つのこう部屋に集まってみんなで叫びながら見てですね、あの思い出はもうだから何年後とか何十年後も忘れないんじゃないかなという興奮をいただきまして、たくさんねパワーをいただきました。本当に日本代表の皆さんお疲れ様でした。そしてメッセージが届いております。ラジオネームあゆんなさん、早速ですがメッセージ送ります。こんばんは。こんばんは、今から同期の子に誘われてラウマン行ってきます。今からラウマン行ってきます。今まで仕事終わりに遊びに行くなんてことなかったのに、これも成長かなと。わらわら、どんな成長やねん。楽しみでファンジャンプしそうです。よくわからないメッセージ失礼しました。ありがとうございます。そうだ、ラジオおめでとう。ファンタメンバーのゲスト楽しみにしています、ということで、このラウワン、これ今聞いてる方知らない方もねたくさんいらっしゃるということで、あの今ファンタスティックスとラウンドワンさんコラボレーションさせていただいてまして、2月14日までずっとコラボがあるんですけども、ボーリングとか投げたら上にこうエキサイターって言われるストライクとか、ガーターとかミスとかが僕たちの顔が出てくるんですよ。それをこう知ってて、この後ラウマンに行ってくれるのかなと思うんですけども、実は僕年始にジンさんと2人で行ってきました。ラウンドワン梅田店さんに行ってきて、その梅田店さんにはですね、僕の中島颯太のサイン入りマイボールボーリングの球が置いてあるんですよ。でこう店員さんに言うと、それ5分10分ぐらい触れる、ちょっと触れるだけなんですけども、投げれないんでね、ちょっとサインがどんどん削れていくんで、そのペタペタできるで写真撮れるみたいな
時間があるんですよ。ぜひ皆さん、あの梅田店に行って、あの僕のサイン入りマイボールを触って写真とか撮っていただけると嬉しいんですけども、そのままジンさんとちょっと行ってみようや、その見に行こうやって言われて、ジンさんにあの12階かな11階のボーリングやってるところ行って、じゃあね、あのたくさんの方がしてくれてて、でちょうど着いた瞬間に、その全く知らない方だったんですけども、男の人がストライクを出して、あのストライクがちょうど僕なんですけども、上にねちょうどもう中島そら子出てきて、嬉しいと思ったら、もうみんなストライクの方喜んで全く僕見てくれなくて、まあそうだよなと思いながら、でもあのファンの皆さんはそのストライク出すためにめちゃくちゃ頑張ってストライクの写真撮って送ってくれたりとか、本当にね、あの皆さんのメッセージ届いていますので、この後もどんどん2月14日までラウンドワンさんとコラボレーションさせていただいてますので、皆さんぜひぜひチェックよろしくお願いします。そしてですね、そんな僕はですね、現在兵庫県を中心に開催されている第31回全日本高校女子サッカー選手権大会の応援リーダーを務めています。本当にね、これはありがたいです。決勝戦は藤枝順心高校 VS 十文字高校ということで、2日後1月8日日曜日、ノエビアスタジアム神戸で開催します。ここ午後2時からなんですけども、あの準決勝2試合見に行かせていただいて、高校女子サッカーのレベルの高さに本当にびっくりしました。こうあの TBS さんでですね、こういろんなドラマ掲げてるんですけども、高校最後の青春ドラマっていうのをテーマに、だ高校3年間女子サッカーにこう掲げて、ちょうど高校生で終わる方が多いんですって。まあそのままプロに行く人もいるんですけど、こう最後の3年間サッカーにかけるって思いの方がこう大半の中で、こう最後の大会って、こういろんな涙のストーリーだったりとか、もう喜ぶチームはめちゃくちゃ喜んだり、こう笑いあったりで悔しくて泣いたりっていう、そのいろんなストーリーを生で感じてですね、もう本当にあの涙出まして、こうストーリーとかにも書いたんですけど、ファンの皆さんもいや泣いてないやろとか書いてたんですけど、いや本当にあの感動しますんで、決勝藤枝順心高校と十文字高校、ぜひ TBS で生中継あるので、皆さんぜひぜひ本当に見てください。これはもう自分からも思いですし、自分もすごい楽しみにしてるので、その2校の皆さん本当に頑張ってください。デザインユアファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップサポーテッドバイモデルナジャパン、ファンタスティックスの中島壮太が生放送でお送りしています。お送りしたのはサウシードッグで今を生きるのだ、ということで時刻は20時38分。こっからはこれをいきます。 We can do it。 あなたがこれから挑戦したいこと、今自分が頑張りたいことへの相談、これから生活に変化が訪れたり新しい何かが動き始めるあなたを僕が応援するコーナーでございます。これはですね、自分があの本当にもう根っからのポジティブマンでして、いろんなことをこうすぐ変換しちゃうんですよ。前向きに、そして落ち込まずに前向きに頑張る、まあ、これは親からなんですけども、両親からいただいたね、こう座右の銘もなるようになる、栄養になるっていう、こう何でもいいようになってるし、頑張ればそして人にいいことをすればこう叶えていける、そして努力していくっていう前向きなポジティブな思いをこう皆さんと一緒に頑張っていきたいなということで、このコーナーをさせていただきました。メッセージが届いております。いきますね。ラジオネームゆうりさん、メッセージいきます。 We can do it、 I can do it。 ソータさん DJ デビューおめでとうございます。初めてとは思えない話し方でびっくりしています。ありがとうございます。私が今年挑戦したいことは、来月開催する大阪マラソンに完走することです。2月26日日曜日に行われます。初めてフルマラソンに参加します。初めて。私今は20キロ前後走り込み、徐々に走る距離を伸ばしていこうと思っています。練習のお供にぜひ当選したイヤホンをつけて走りたいです。なるほど、大阪マラソン、すごい。これを初めてフルマラソンということで、実は僕のお父さんも大阪マラソン何回も走っててですね、 42.195 キロ走ってるんですけども、なんかそれを見てると僕もね、実は勇気もらってて、朝だから仕事前ですね、5時とか6時から走りに行くんですよ毎日。なんかいや努力してんなーって、なんかあれでね、ちょっとね持ち上げすぎてるかな、お父さんを、まあ、かっこいいお父さんだなって
今絶対聞いてるんでニコニコしてると思うんですけど、かっこいいお父さんだなって思いながら見てて、もう本当にちょっとした努力だったりとか、まあ、あとは気持ちですよね。こう本当にフルマラソン走りたいとか、こう、まあ、これ走ったからいろんなことができるっていう、こう勇気づけられるようなねチャンス、こうきっかけになると思うので、ゆうりさん本当に頑張ってください。そして今からねこの番組特製イヤホンをお送りしますので、これをつけて走っていただけると嬉しいなと思います。だからつけた時にね、耳に外は中島が映るんですよ。だからちょっと僕もずっといろんな方に見ていただけるんじゃないかなとワクワクしてる。ゆうりさん本当に頑張ってください。そしてもう一人いけますかね、ラジオネーム琴音さん、We can do it。 私が今年挑戦したいことは、4月から小学校教員として働きます。おお。そこで社会人1年目、京都の地元を離れて関東地方で働きます。慣れない仕事と慣れない一人暮らしですが、一人前の大人になれるように、はっきりは決まってないですが、自分の目の前にあるいろんなことに挑戦していきたいと思います。うおー。ということで小学校教員、多分夢を叶えたんですね。まあ、自分も小さい頃こう教師になろうかなと思ってた時もあって、でも小学校教員本当に忙しいし、たくさん大変なこともあると思うんですけども、それ以上のね子供たちが成長していく過程だったりとか、卒業した後にもう一回会う時のあの達成感とか幸せ度は半端ないと思うので、大変なこともあると思いますけども、辛い時はぜひねファンタスティックスだったり、まあ僕の SNS だったり、このラジオを毎週金曜日やってますので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。こう僕もね琴音さんのこの力強い夢に向かっていく姿にパワーをもらったので、一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。そして採用されたお二人の、お二人にはですね、番組特製ワイヤレスイヤホンをプレゼントします。次回からもこのコーナー宛てのメッセージをたくさんお待ちしています。皆さんよろしくお願いします。このコーナーを締める一曲はこちらです。エレファントカシマシで俺たちの明日。We can do it。 このコーナーではあなたが背中を押されたソングリクエストも受け付けます。リクエストした曲がどういう時にどういう力をくれたかメッセージを添えて、次回の番組が始まるまでに FM802 ホームページにあるリクエスト&プレゼントのバナーをクリックして、番組宛にリクエストを送ってください。よろしくお願いします。僕ファンタスティックス中島颯太がリスペクトするシンガーのナンバーをお送りしました。ということでボイス2メンさん、もう本当にねめちゃくちゃ昔からたくさん聴いてる曲なんですけども、ちょうど先日 EXILE さんのドームツアーにこう見に行かせていただいたんですけども、その時急にサプライズゲストでボイス2メンさんが出てきてですね、生でこの曲も歌っていただいて、もうその感動、そしてこうパワー本当にすごくて、その帰り道もエグザイルさんの曲と、そしてこの曲をずっとね永遠ループしながら聴いたんですけども、まあ僕が今後ジャンプアップしていく中で、これからも常にしっかりと僕のルーツに宿っているシンガーの曲がラストナンバーでした。デザイン Your Fantastic Future Let's Jump Up Supported by Moderna Japan Fantastics from EXILE Tribe の中島颯太が FM802 から生放送でお送りしてきました。今夜初回の生放送でした。皆さんお聞きいただきありがとうございました。いやー本当にね緊張しました。でも本当に喋りが大好きで、こういうお仕事をいただいて皆さんとつながることが本当に嬉しいですし、今日本当は何もないのにですね、 FM802 のスタッフさんや DJ の皆さんがわざわざこうやって見に来てくださって本当に嬉しかったです。本当に心強かったですし、これからもこの FM802 の皆さんの温かいこうありがたい環境の中で、僕の発信する言葉だったり音楽をこう皆さんと一緒に、リスナーの皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思います。皆さんよろしくお願いします。そしてメッセージもね届いていますので、ちょっと最後いきますかね。いつラジオネーム黒羽さん、去年の特番からずっと楽しみにしていました。レギュラー番組おめでとうございます。関東ローカルが多い中、関西からの発信は関西在住の私としては嬉しくて、番組が決まった時は泣いていました。そして FM802 さんは私が生まれる前から親が聴いている番組で、幼少期から馴染みのある曲での放送で、こちらもとても嬉しく思っています。ありがとうございます。そうですね、こう親子でたくさん聴いていただける、そしてまあね届けるこうねラジオにしたいなと思っております。皆さんぜひぜひ今後も毎週金曜日聞いてください。
FM802 この後夜9時からは高木梨沙さんのロックキッズ802です。僕ファンタスティックス中島颯太とはですね、毎週金曜日夜8時またここでお会いするということで、皆さんありがとうございました。Design your fantastic future. Let's jump up. Supported by Moderna Japan. This program was brought to you by Moderna Japan.